そういう問題ですとか、原発に依存しないで成り立っていく地域の経済や社会というものをどう再構築していくかっていう、どう再生を図っていくかっていう、そういう諸々のことをね、単に署名の数だけ集めればいいということじゃなくて、そういう行政区、町ごと、行政区ごとに、そういう大署名運動をできたら起こしていきたいわけなんですけどね、そういうことをやっていく中で、いろんな問題点をみんなで、共有、県民全体の中に共有していくということを考えています。で、これがさっき言いました憲法の問題も、原発の再稼働の問題も、全国レベルの問題になってきているし、国民世論と